EC テクノロジー様からモバイルバッテリー提供いただきました。このモバイルバッテリー今までもらった中で一番ハイテクですね。こちら実物ですね。ここ液晶モニターがついてるんですよね。これによって今の状態残量わかりますね。ここに液晶画面がついてますね。スイッチを入れる。バックライト付きですね。そして数字で残量が出る。今 79%、 そしてアウト出力してる。でこれ LED ライトもついてますね。つけるときはダブル、消すときはもう一回クリック。電源切るときは電源ボタン長押し。ポートは2つ、 2.1 アンペアと1アンペア。タブレット、スマホですね。 USB ポートに接続すると自動的に電源が入りますね。スマホ充電状態になりました。本体充電池はどうだろう。インと表示されますね。 79% イン、分かりやすいですね。今充電されてることが分かりやすい。さらにこの状態でアウトにしたらどうだろう。この状態でアウトできないですね。充電中はアウトできない、インかアウトどちらかですね。この液晶画面がついてるのが非常に先端的ですよね。しかも分かりやすい。まあ、確かに携帯電話昔は電池表示3段階の表示だった。それがスマホの普及によって細かなパーセント表示になった。その中でモバイルバッテリーも残量表示スマホ時代に追いついたのかな、そう思いますね。 EC テクノロジーの DL806。 あと材質、これアルミですね。説明書きだと航空用アルミニウム、ジュラルミンのことなのかな。確かにジュラルミンっぽいですね。両サイドは少しソフトな樹脂だから、このように持てば滑らないですね。まあ、金属製の高級感のあるもの、正直取り扱いが大変。でもこれは表面は非常に高級感がある。それ両サイドの部分を持てば滑らない、安心感ありますね。あと金属製というと他のガジェットに当たると傷つけてしまう。でもこれエッジの部分全て樹脂ですね。直接金属のエッジが他のものに当たることないですね。この部分丸いから当たるけど、尖った部分が当たらないから安心ですね。ぜひ使ってみてください。